どうも、うずです。最近、ドラゴンクエスト11、終えまして、わかるかな？大体こんな感じです。約40時間。40時間ですね、プレイ時間が 3DS の方は。PS4 はもっとかかると思います。で、今日話したいのはドラゴンクエストの話ではないんですけれども、最近はドラゴンクエストにすごいハマっていて、ずっとプレイしてるんですが、それとは別にハマってるもの、カメラなんですけど、カメラは前から好きですけれども、カメラの撮影の方法に関して、スーパースロー撮影というんですかね。言い方もいろいろあるんですけれども、スローで動画を撮るのが最近個人的な流行りです。で、GH5 にはその通常の動画を撮る機能と、あとスーパースロー撮影っていうのができる、モードというか設定があります。ただそれの話をする前に、スーパースロー撮影ってじゃあ何だろうっていう話を、簡単に触れたいと思います。 iPhone とかスマートフォンでもできるんだよ、スーパースロー撮影。カメラモードのね、ところの切り替えにちゃんとスローってあるので、iPhone を使いの方も多いと思いますから、ちょっと使ったことない方はね、一回ちょっと試しにスロー撮影っていうのをやってみてください。どんな感じで撮れるのか面白いと思いますので。で、スローって言ったら、じゃあ普通に動画を撮ってね、iPhone なりこういうカメラで動画を撮って、それを、編集ソフトとかでスロー再生、スローにして書き出せば、じゃあスローの動画になるじゃないかって思うじゃないですか。だからどんなカメラでも大丈夫って思うよね。普通はね、知らなかったらね。でもそうじゃないんです。何がそうじゃないかというと、例えばあの映画なんかだと、あれは24コマの撮影なんです。秒間に24フレームというのを使っていて、これちょっといろいろね、業界的な理由があるんですけどあの24コマ撮影をしている動画があって、で普通撮ってる動画っていうのはだいたい30フレーム1秒間に30コマ、あとは滑らかな映像の60フレーム、よく言われるやつだね。最近 YouTube でも再生可能、60フレームの動画っていうのがあるんですが、そういった動画をスロー再生のために、あの動画をね、編集ソフトとかでスローにするとすごくカクカクした映像になるんですよ。コマが足んなくて、スローのね、その秒間に耐えられなくて、コマ数が少ないからカクカクした映像になるんですけど、それを例えば1秒間に100コマだったり180、240っていうコマ数で撮影できるカメラだったら、スロー再生してもコマ落ちをしないんですよ、簡単に言うとですよ。それなのでスーパースロー撮影っていうのは、基本的にはなんか言い方はおかしいんだけどね、よく分かんなかった時は自分もハテナだったんですけど、180fps とか、iPhone だったら 240fps まで、フルハイビジョンはダメなんですけど、ハイビジョン映像で240コマまで撮れるので、そういう撮影をするとスローにした時にも動画が滑らかなんです。だから、スロー撮影っていうのは普通の動画撮影とは違うんです。なんとなくお分かりいただけましたでしょうか。で、 iPhone7 も一緒だよね。 iPhone6 の時に自分見てたからあれなんですけど、iPhone は基本的にはフルハイビジョンの場合は 120fps までです。で、画質のサイズを落とすと240フレームのスーパースロー撮影ができる。今私が使ってる GH5 というこのカメラは最大で 180fps までフルハイビジョンで撮影できます。そうだね、やっぱりこのカメラだと 4K にしてしまうと60フレームまでが限界ですから、フル 180fps っていうね、あのスーパースロー撮影したい場合はフルハイビジョンまでになってるみたいです。で、ちょっと今そのスロー撮影した動画を前、子供のチャンネルでアップしたので、その動画をちょっとこの辺に載せとこうと思うんですけど、このように結構面白い絵が撮れます。普段では見られないような絵が、ただそうは言ってもこのスーパースロー再生録画ねしても、なんだろう、最初楽しいんだけど途中で多分飽きると思うんですよ。そのゆっくりした映像が流れてるだけだから。それなので私の場合はよくその動画の差し込み部分に使ったりとか、あとはお出かけした時の印象があるシーンをスローで残しておきたいっていうことによく使います。それ以外だと、水が滴り落ちてるところのその水の流れってどうなってるのかなっていう、そのスロー再生すると全く違って見えてくるので、そういうのをちょっと動画で撮っておいて後で帰ってから見るとか、そういったちょっとお遊び的な用途にスロー撮影は使ってます。何かの研究をしている方とか、ゴルフのスイング、あとスポーツとかやられてる方のそのフォームの動きをその記録しておきたいっていうことだったら、このスーパースロー撮影はすごく相性いいと思います。で、自分もあの量販店でカメラを接客してた時には、よくそのゴルフのスイングとか野球のピッチングとかをその連写で撮りたいって方がすごい多かったんですよ、当時。でも今のカメラって、GH5 だけじゃないんですけど、すごい高速連写を備えてるカメラも増えてますし、それこそコストをかけないでも、スマートフォンだったりタブレット、あとは比較的安いコンパクトカメラでもスーパースロー撮影ができるものがありますので、そういったカメラを選ばれると、その動きの速いものをゆっくり捉えてみたいっていう場合には有効なんじゃないでしょうか。よく誤解してしまう
ケースとしては、私もこうカメラとかねずっといじってなかったら分かんなかったと思うんですけど、最初に言ったように、あの昔って動画で撮ったものを後でスロー再生するとすごいパタ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 ってコマ落ちしちゃうんですよ。だから映像も汚く見えるし、その自分のねモーション確認するのもやりにくかったんですが、今のカメラはスーパースロー撮影すればそれはすごく綺麗にコマ落ちせずに見れるので有効だと思います。この辺もね、あんま使おうと思って使わないとね、使わない機能だから結構わかんないこと多いよね、きっとね。それなので今回ちょっと動画でスーパースロー撮影っていうのも、まあ、普段使うかどうかはねちょっと微妙なんですけど、必要な方にとってはすごくありがたい機能じゃないかなと思って、動画でちょっと喋らせていただきました。まあ、以上が今回のちょっとカメラの話でございます。あとおまけなんですけれども、私よく使ってるこの GoPro Hero シリーズあるんですけれども、まあ、GoPro シリーズか、 GoPro シリーズでよくスロー撮影ができるとよく誤解がねネット上とかでも見かけるんですが、GoPro 自体はスロー再生、そのハイスピードカメラは備えていないので、やれても60フレームです。まあそれなので、せいぜい2倍速度落として行うぐらいが滑らかな映像っていう限界だと思います。GoPro でスロー撮影ができるってなぜか勘違いされているのは、まあ、ちょっと気になったのでちょっとおまけで追加で話させてもらいました。はい、こんな感じで、あの私の動画は自分が使っているカメラとか、あとガジェット類、ゲームの話など、緩く話している動画になりますので、こういうチャンネルお嫌いじゃない方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録のもお願いいたします。ほとんどね、あのいつも見てくださってる方が多いと思うんですけど、あの毎度くどくてすいません。ではまた別の動画で、バイバイ。